はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、反り腰の人が姿勢を直す方法を紹介しようと思います。まず以前にですね、脊柱起立筋、背中のね、背骨の周りの筋肉なんですけども、そこと腹筋の筋肉のバランスが悪いと、猫背になったり腰がね、こう反れちゃったり、こうお尻が出てね、お腹の力が抜けちゃってる、こういった姿勢にね、なっちゃいますよっていう動画を載せたんですけども、腹筋と脊柱起立筋の筋肉のバランスがもし良くってもですね、脊柱起立筋が硬いと、やはり背中はこういう風に縮まろうとしちゃうんで、やはりお尻が出て、お腹が前に出るっていう姿勢になっちゃいます。反り腰になっちゃいます。それでね、しっかり腹筋と脊柱起立筋、プランクと腹筋をしてバランスよくすればいいんですけども、それでもね、治らない場合があります。その時は脊柱起立筋のストレッチが大事です。要するに脊柱起立筋がこういう風に腰反って縮まろうとしてるんで、しっかり丸まってで、脊柱起立筋を伸ばしてあげるとまっすぐになってくれます。で、今回は脊柱起立筋のストレッチを一緒にやっていこうと思います。一緒にできる方はね、見ながら一緒にやってもらいましょう。では行きます。はい、まずですね、脊柱起立筋をストレッチするには小さく丸くなる方法が大事です。まず寝っ転がってもらって、膝を曲げて、しっかりね、膝を自分の方に胸に引き寄せる感じで腰をしっかり丸めます。これで息を吐きながら、しっかり下を向きながら、ちっちゃくなってください。いきます。はい、吸って、もう一回いきます。もし難しい人は足の裏を持ってね、しっかりぐーっと手前に引き寄せてください。ぐーで、この感じで、今腰が下についてると思うんですけども、この腰が下についてる感じで、まずは今度は、ゆっくり足を動かしていきます。この腰が反れないように、隙間が開かないように、腰をつけたままで、足を動かしていきます。これまず5回。1、2、3。腰が浮かないようにやってくださいね。4、5、はい、OK です。今度はですね、膝を少し曲げた状態で、膝で丸を描く感じでですね、腰と脊柱起立筋をストレッチしていきます。手はですね、横に伸ばしてもらって、バランス取ってください。はい、5回回します。1、2、3、4、5、はい、反対いきます。1、2、3、4、5、 OK です。今度は片足伸ばして、片足だけでしっかり引き寄せて動かします。1、2、3、4、5、はい、反対回しです。1、しっかり太ももを自分の方に引き寄せてですね。よし、反対いきます。1、2、3、4、5、はい、反対いきます。1、2、3、4、5、はい、今度はですね、手横ついて、足少し曲げて左右に振ります。1、5回、2、3、4、5、はい、OK です。今度はですね、膝持ったまま、こっからこういう感じで背中を丸めたまま起き上がります。膝しっかり抱えてください。これを一緒に行きましょう。1、起き上がったらしっかり丸く。2、3、4、5、あと5回。6、1、8、9、10、
はい、OK です。お疲れでした。今みたいにですね、しっかり背中を丸めるとですね、脊柱起立筋がストレッチできますんで、しっかりね、こう反れちゃう人はしっかり丸まって伸ばしてあげると真ん中の姿勢がね、楽になりますんで、もし腹筋プランク、それでねバランス良くならない人は今みたいにストレッチをしてもらうと、まあ、姿勢が改善することがありますんで、今みたいにやってもらえたらと思います。でですね、やはりストレッチっていうのは伸びないところまで伸ばすと次の日少し痛みを生じることがあるんで、まあ、もし今みたいに脊柱起立筋とか今のも背筋も伸びるんですけども、もしかすると腰が少しね次の日痛いかなっていう人がいるかもしれないです。その場合はですね、腰を痛めた場合ではないので、しっかりストレッチしてね、筋肉伸びて少し痛みが生じてる感じが多いので、もしねそこで数日やって痛いなと思っても、まあ、そこでねやめてしまうとまたね硬くなっちゃうんで、まあ、少し痛みが治ってまたねやって、またちょっと痛くなるかもしれないけど、伸ばして少し痛くなる、伸ばして痛くなるっていうことを繰り返していくと痛くなくなってきますんで、その方が腰痛とか姿勢改善になりますんで、ぜひ頑張って毎日ストレッチをしてもらえたらと思います。やったよって方はよかったらコメントをください。で、勉強になったよって方はグッドボタンもください。